今年度、過去最高水準でで計画ししていた970万台を下回る見通しです。トヨタ自動車は今日世界的な半導体不足による減産の影響で来月の世界生産台数を80万台程度とする計画を公表しました国内工場では来月8工場11ラインで一部稼働を停止する予定で これにより当初計画していた来年3月までの今年度の世界生産台数970万台の達成は困難だと判断したということです下方修正後の計画台数は精査中で改めて公表するとしていますトヨタは部品供給を精査し仕入れ先とあらゆる対策の検討を進め1台でも多くお客様にお届けできるよう努力するとコメントしています